こんにちは、たまたまこです。FF102、続きやっていきます。前回はね、なんか、ガガセと山でいろいろ、あー、魔物に会っちゃった。まあ、とにかく。ちょっと待って。兄貴がめっちゃ踊ってる。え、かわいい。なにそれ。ちょっと普通に戦ってみましょう。リサイドでね、新たなチビアがあるっていうことで、今回来たんだよね。星3だったんだけど、ビサイドの魔物情報。まあ、でも戦っていけそうだね、なんとなく。今回ちょっと初めて兄貴をパーティーに入れてみました。兄貴に、あ、ケアルやってくれた。歌姫の、兄貴は歌姫を担当してもらってるんだけど、こんな感じなんだね。さすがに衣装に着替えたりはしないんだ。あ、おもろい。あ、でも意外と兄貴、ケアル覚えてるから使えるかもね。ただ、やっぱり、リュックは使っていきたいかな。この辺のやつもね、使いたいけど、ちょっと迷うよね。もうちょっと、慣れてからの方がいいのかな。はい。じゃあ、村の方行ってみようか。結構話せたりするかな。村のおばあちゃんとか。家で娘。あ、家へ帰る。こんな気分なのかな。ルルにも会えるかな。リサイドへは旅立ってから初めて帰るんだ。最近だけどね、割と。あ、でもそっか、割と時間経った後っていう感じなのか。ワッカにも会えるかな。あれ、人が全然いない。え、緊張しちゃうな。あ、結構じゃあ。何も言わないで飛び出しちゃったもんね。そうなの？あったか。わっか。村中大騒ぎになったんだぞ。あ、そうか、そうだよね。3ヶ月待ちって言ってたもんね、ユーナに会うのに。ごめん。ま、元気そうで何より。するか。あ、パインっていうの。そうだよ。一緒にスフィアを探してるんだ。うん、まだちょっと素性はわからないんだよね。噂は聞いてる。ちょっとどう、ユーナのこの格好を見て。しかしなんちゅうか。あ、そうでしょ、そうでしょ。だいぶ雰囲気変わったな。雰囲気も変わったし、ちょっとアホになったんだよ。相変わらずだね。プニプニ。やめれって。ちょっとこれ嬉しいんじゃない、ワッカ。俺だってもう父親になるし。貫禄あった方がいいんだよ。あー、生まれるって。生まれそうなの。おお。あ、じゃあまあ1年以内か。ワッカがお父さんか。俺も全然実感わかんないけどな。スフィアハンターになってから1年未満ではあるんだね。なあ、父親ってのはどんな顔して子供を迎えりゃいいんだろうな。自分の親をお手本にするとか。ああ、いいこと言うね。何も覚えてない。あ、俺が小さい頃死にね。そっか。え、ちなみにお嫁さんはルールー。ああ、なんだよね、きっと。え、知らない人と結婚してるとかそういうことじゃないよね。なにそれよりあれだ、お前らルーにも顔見せて安心させてやってくれ。ルールーがじゃあお母さんになってるってこと。うわー、あ、活気があるね。あ、あのワンちゃんまだいる。あ、どうも。ユーナ様、お帰りなさい。お元気そうでよかった。今はスフィアハンターなんでしょ。いいな、面白そう。あ、でもみんなやっぱ喋ってくれるんだ。あ、嬉しい。ワンちゃん。あれ、ワンちゃんここいなかった今。え、幻だった。うわー、なんかでもさ、ビサイドでこの格好のユーナってほんと新鮮だね。どうも。最初はユーナちゃんだって気づかなかったよ。だよね、だよね。だいぶイメチェンしたもんね。あ、こんにちは。シンを倒した大召喚師様の村か。のどかでいいところじゃないか。あ、よそから来た人なのかな。うん、いいところですよ。結構じゃあ観光名所みたいな感じにもなってるのかな。わっか。行ってみようか。
でもなぁ、何の話？ルールの話？こっちの旅についてくるっていう話？さすがにルールがもしお母さんなんだったら来れないよな。ビルーちゃん、お帰りなさい。言うな、大召喚士には見えないわね。あんたもな。あ、この人漁師の人だ、覚えてるぞ。いつも嫁さんに頼ってる分、たまにはお返しせんとな。ビルーちゃんの旦那さんなのかな、もしかすると。隣も見てみましょうか。ここはなんかさ、ワッカの家みたいな。あ、やっぱそう。あぁ、うるぅ、スタートにしよう。ちょっと最後に入ろう。ここはここはあれだよね、織物屋さんだよね。あ、どうも。ゆうの様を拝みに来る連中がいなくなって静かになったよ。そうだそうだそうだ。おかえり、ゆうなちゃん。スピラ中で活躍してるんだって。まあ全然さ、ゆうながここからビサイドからいなくなったとしても攻めたりする人は誰もいないわけだよね。いい村だ。あ、ここは宿屋だね。あれ、ジャッシュじゃん。あれ、なんでここで働いてんの。ゆうなちゃん戻ってきたんだ。ゆっくりしていきなよ。なんか変わってことは、この人はレッティ。討伐隊の連中はみんな青年同盟に入って本土に行っちまったんだ。ビサイドオラカはこの通り、シーズンオフだからのんびりしてるんだ。あ、シーズンオフなんだ。あ、じゃあここはこのレッティとかジャッシュとかボッツとかキッパとかが切り盛りしてる感じ、それとも、あ、ボッツ、ボッツ、あ、違った。ダット。ゆうなちゃん、久しぶりだね。ビサイドの様子？相変わらずみんなのんびりやってるよ。みんな暇そうだな。ボッツだよね。来た。ブリッツ開幕に備えて体力温存っす。あれ、タマコーダがいる。温存しすぎてなまってきたっす。いやー、働け。さすがに、キッパがいる。キッパがいる、キッパがいる、キッパ。久しぶり。ゆうなちゃん、ひどいな、黙って出ていくなんて。みんな心配したんだよ。でもゆうなちゃん楽しそうだから、まあいいかな。わー、ビサイドオラカのみんなめちゃめちゃ暇そう。他の仕事でもなんかやっとけよ。二人ぐらいで十分だろう、ここの店番は。うわぁ、じゃあね、ジャッシュ。みんな暇そうだ、よかったよ。ガッタとかいんのかな、何か掘り出し物あるかなっと。で、この人商人さんだよね。あ、掘り出し物？ビサイドパターンが刻まれた鍵があります。90万ギルで買いますか？買う。ギルが足りませんですよね。何それ。あ、普通にいろいろ買えるんだね。掘り出し物90万ギル、ちょっと貯めたら買ってみようか。相当後になりそうだけどね。じゃあルールの元に行く。ちょっと待って、寺院の方も見ていきたいな、せっかくだし。エボンの賜物しに行きましょう。あ、おばあさん。ふむ、はつらつとしておられる。島を出てよかったのかもしれんの。じゃあお部屋、こっちの部屋とか入ってみるか。あ、ビサイドパターンが刻まれた鍵があればこの箱を開くことができるんじゃがの。あ、これに90万必要なの。鍵がかかっている。だいぶお金必要なんだな。オッケー、わかった。じゃあ頑張ってお金貯めてくるわ。90万ギルか。 FF10 の方でも貯めたことないぞ、そんなに。あ、相変わらず散らかってるね。お、ゆうな様、遺跡の洞窟には行きましたかな。え、まだ。行った後でいらっしゃい、いいことを教えましょう。遺跡の洞窟、ちょっと行ったって言ってみる。
嘘をついてもお見通しですぞ。ユーナに嘘つかしちゃった。ごめんな。遺跡の洞窟もじゃあこの後行けるのかな。あ、どうも。僕、俺、人員なんて怖くないもんね。まあなんかちょっと怖さはあるよね。あー久しぶり、総監さん。ここは封印されているのです。大召喚師様もご存知でしょうに。あーそっか、行けないのか。鳥貴族のところ行けないんだ。まあそうだよね、もう召喚の力とかがなくなっちゃってるってわけだから、行ったところでっていう感じではあるのかな。あ、女の子に話、あ、話せるね。出てきてよ、怖くて入れないよ。この子は、じゃあ人員が怖いのね。よし、一通りじゃあビサイドの人たちに話しかけたので行きましょうか、ワッカンチ。ルールだよ。ちょっと待って、リュックにまずは話を。リュック、お腹大きくなってる？マジか。昔の仲間か。ワッカとルールが結婚して赤ちゃんまで。おかえりなさい。ただいま、ルール。ねえねえ、赤ちゃんはもうすぐ生まれるんでしょ？まだよ。あ、まだなんだ。一人で先走ってるだけ。なんだ。立って大丈夫？どう？絶対そんな格好してない方がいいと思うんだけど。大丈夫？少しは動いた方がいいの。行きましょう。うわー、ルールなんか、なんだろう。すごいさ、ユーナがちょっとアホになったから、すっごい大人っぽく見えるね。あ、聞かせて。何も言わずに出て行った理由。何も言ってないんだ。これなの。例のスフィアね。あ、若から聞いてる。タマコーダっぽいやつね。そっか、話は聞いてるのか。あ、そうそう、これだよね。キマリがガガテトさんで見つけたんだって。なんだろう、タマコーダっぽいけどタマコーダっぽくないんだよな。少し雰囲気は違うけど。そうそうそう、声はほぼ一緒でしたよ。これ、永遠の凪説の方でやってるので、もし見てない方いたらぜひ見てください。でも、まだ調べてないところたくさんあるんだ。うん、なんなら初めて来たしね、ここ。楽しそうじゃない？自由にあちこち飛び回って。うん、楽しい。こういう旅初めてだし。なんか初めてちょっと少女っぽいよな、ゆうなは。かもよ。本来はこういう子だったのかもしれないよね。召喚師だったから大人っぽく振る舞ってたかもしれない。ユーナは自分の立場を忘れないで。そうね。シンを倒した大召喚師ユーナ。その名前利用されないように。大丈夫、私もう誰にも利用されたりなんかしない。わー、安心感あるな、ルール。動いた。本当？触らせて。うわー、なんか女だらけだね。そっか、じゃあワッカはもちろんついては来ないのか。え、いいの？お言葉に甘えて泊まっていきましょうよ。わっか、行ってみようか。でもな、うん、これ何のこと言ってるんだろうね。え、泊まってっていい？ルール。あ、え、いや、泊まってく。え、なになに、なんかガールズトークとかできる？何もありませんでした。で、ルールがいなくなってる。え、止まったけどルールいなくなっちゃった。あれ？ん？どこ行ったんだろう。でもなんかまたね、何も言わずに出てくのもちょっとあれだし。はい、あ、いた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 。ルール、大丈夫？おはよう。おはよう。あれ？若
ッカさんは？夜明けに出かけたわ。洞窟はどうこう言ってたわね。洞窟？何しに行ったんだろう。様子見てこようか。魔物も出そうだもんね。悪いよね。うん。あの人が魔物にやられるとは思えないけど。確かに最強だもんな。隠し事なんて珍しいから。ワールドチャンピオン持ってるから。そっちが心配ね。あれ？洞窟なんてあったかな？これさ、天で行けなかった場所かな？村の誰かが知ってるはずよ。なんかどうしても入れない場所行ったよね。あ、こんなんあんの？行く行く行く。あ、なんかあれなんだね。今回こういうミッションっていう感じでどんどん行く場所が決まっていく感じなんだね。ワッカを探せ。様子が変だったワッカは謎の洞窟へ。村人から情報を集め洞窟を発見せよ。ついでにお宝もゲットできるか。クリア条件、ワッカ発見&お宝もゲット。じゃあこれ行きましょうか。ストーリーの流れに沿って。洞窟のことは村の誰かが知ってるって言ってるけど、あ、話変わってるね。この島に洞窟？噂だけなら聞いてるわ。浜辺に出る手前の分岐路、あそこの遺跡に仕掛けがある。仕掛け、遺跡はあったもんね。小さい頃4つの数字で扉が開くなんて話を聞いたことがある。これ重要そう。4つの数字ね。あ、うちの兄ちゃんが言うには浜辺の遺跡は2番目と3番目だって。兄ちゃんもよくわからないみたい。子供の頃に聞いたんだって。2と3っていうワード出てきたね。じゃあシュー、昔誰かに聞いたような。そうそう、わかりやすい場所に1番目の数字、4番目は崩れた柱。お、これは重要ですね。1番目が分かりやすい。2番、3番、4番目が崩れた柱。ボッツは本当に何にもしてないね。キッパ、村を出て坂を上がったところに見晴らしのいい高台があるよね。島の人が旅立つときにお祈りをする場所だよ。あ、ね、一回ワッカと見納めだみたいな見てたよね。あそこの石柱に変な数字が刻んであるんだ。わかりやすい場所だからすぐわかるよ。オッケーオッケー。わかりやすいっていうのは1番と関係があるかな、もしかすると。昔、ああ、4つの数字ね。島のあちこちに隠されてる。じゃあやっぱ洞窟に行くためには遺跡を調べなくちゃいけなくて、で遺跡の中になんか4つの数字がキーワードになってるっていう。あ、あ、なになに、ちょ待って、ちょっと待って。あ、お兄ちゃん、洞窟？浜辺の遺跡なら知ってるよ。登ってみなよ。ちょっと場所が分かりづらいけどね。浜辺に出てすぐ左に行けばいいんだ。捕まえられない。あ、オッケーオッケー。浜辺に遺跡があるんだよ。船着場の近くの小さい山の上。ほう、もう一つの遺跡はね、兄ちゃんが知ってるよ。まあ結構隅から隅まで調べていけば大丈夫かな。おばあちゃんは知ってる？滝のあたりにひときわ大きな遺跡があるじゃろう。あ、なんとなくわかる。あの遺跡は昔から悪ガキどもの遊び場での崩れた柱に登って遊んどる。危なくて見ておれんわ。崩れた柱がなんか4番目みたいなことをさっき言ってたけど。じゃあちょっと島を出て遺跡探索をしに行ってみましょうか。で、魔物が出ると思うんだけど、初めてね、今回クリーチャーを入れてみました。水飴だね、ウォータープリン。いい感じ。めっちゃ食らった。で、あとね、新たにこのお祭り師、まだやったことなかったからやってみようかなと思ったのと、黒魔導士もちょっとやってみようかなと思ってます。あ、で、初めて変身するからこれは見せてくれるのね。お祭り師、どんな感じだろう。え、あ、浴衣ダサー。浴衣ダセー。なんだろう、小一の浴衣じゃん。戦うフルプレイヤー、やってみようか。あ、ヨーヨーで攻撃する感じね。で、リュックは魔導士になってみましょうか。魔法使いって感じ。
なんだろう、すっごい子供っぽいんだよな。ファイヤーが効くはず。お、強い。あ、今のウォータープリンの攻撃か、なんかよくわかんないんだよな。これこれこれ、この石碑になんか書いてあるみたいに言ってたよね。7、確かこの壊れた遺跡が4番目って書いてあった気がする。ちょっとメモしとこう。ほんとに7だけしか出てこないんだね。オッケー。で、こっちにずっと行けなかったけど、あ、ここ行けないままなんだ。なんだ、てっきりそっちに行ける場所があるんかと思ったけど。で、ここが一番目立つっていうやつじゃない？これね、ビーカネルとキーリカを合わせよね。やりましたよね。あ、問題ないか。あ、兄貴だ。こっちは何にも。そっちは？俺は心が痛いよ。兄貴、なんかもうめちゃめちゃ痛いやつになってるな。あれ？え？なんか調べられるんかと思ったんだけど、登れないね。あ、登れた！あ、9！ 来た来た来た。9ね。これ一番最初のやつじゃない？一番目。進んでいきましょう。なんかこの辺とか行けそうだよね。滝の裏。あ、先生。え、なんかどうなってんの？ゲルマニ。あ、ゲルマニってさ、あいつか。なんだっけ。あ、すごい。何にもしないで倒してくれた。ゲルマニ強いな。なんだっけ、あのさ、マカラーニャの森で出会ったスフィア・マナージュか。なるほどな。え、結構強いね。お、これ何？あれ？あ、あったあったあった。7。え？ここで、そっか、扉が開くのか。あ、じゃあ勝手に、数字をじゃあ手に入れれば勝手に開くのか。あの、船着き場の近くに、わかりづらいけど遺跡があるみたいに言ってたよね。な、え？お、あれ？兄貴かな？何かな？どうした？あれ？兄貴？気にすんな。あ、ダチか。はい？いや、え？何？迷惑電話？船着き場の近くに来たけど、遺跡、あ、あれかな？遺跡今、あったよね。うわぁ、懐かしいね、ここ。FF10 のエンディングでさ、ここから、ユーナが、ピーって指笛吹いてて、ルールにもう行くわよって言われてたよね。いやぁ、なんかちょっと思いを馳せちゃうなぁ、天に。えい、あ、オッケーオッケー。これが9。オッケー。じゃあ、あと最後に、もう一つ、あるはず。あ、あ、いた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 。ずるーい。これさっきのお兄ちゃんと、はいはいはい、来た来た来た。へっへーん、ここまでおいで。これわかりづらいから、一応ヒントをさしてくれてんのかな？うわっ！びっくりした。そんな飛び方するんだ。で、ここが1。これで全部揃いましたよ。これで全部揃いましたと。お、何ここ。あ、え、こっちも行ける。海伝いじゃなくても行けるんだ。あー、来てよかったね。じゃあ宝箱もらいましょうか。ハイポーションと千切る。あ、ありがたい。お金は今結構欲しいからね。90万貯めなくちゃいけないから。意外と分かりづらいな、このジャンプができる場所とできない場所が。じゃあ、すべての数字をゲットしたので、入力していきましょう。7919、へい！キー解除。うわ、すごっ！え、入っちゃうよ。行ってきます。これが、あっ！ワッカがいる。ワッカ、何してんの？どうした？いや、こっちのセリフ。ワッカさんの様子見に。この洞窟に何かあんの？あ、なんか右側に仕掛けもあったね。そんなところで。ん？
いや、ここだって決まっちゃいねえ。もしかしたらって思っただけだよ。ん、何のこと？何もねえかもしれねえし、やっぱりあるかもしれねえし。スフィア探しに来たんだもんね。なぜ古い話だからよくわからねえ。ここに何かがあるかもしれない、それを確かめに来たと。ああ、でも確かめたいような。何それ？確かめたくないような。何それ？ああ、もうはっきりしないな。ねえ、何なのさ。まあ、その、なんだ。あ、やっぱりそうだよね。古いスフィアがあるかもって話だ。それを見ちゃうことで悲しい気持ちになったりするのかな。スフィアは、知ってんのかな。なんだっていいじゃねえか、内容。プニプニワッカは。おい、私たち、スフィアハンターだから。でもこれ勝手に取ったりして大丈夫なのかな。スフィアハンター、カモメだ。作戦開始。行った。行ってしまった。カモメだね。ワッカはなんか考えていらっしゃるけど、何にもねえかもしれねえんだぞ。いや、でもまあ、あると思ってきてるわけだからね。解除キーまた4つ？7919じゃないよね。反応なし。反応なしか。またじゃあここでも解除キーを手に入れる必要があるのかな？進んでみまして。ん？こちら兄貴。あ、洞窟の中も通信はちゃんとできるんだ。有能ですね。無視しちゃいなよ。実の兄貴になんてこと。あ、おっと、ここでセーブができるんだ。ん？あ、なんかある。なにこれ。あ、これがスフィアか。こんななんか厳重に保管されてるんだね。厳重にという。なんかいる。なにこれ。スフィアの魔物はつきものか。すごい強そう。見たことないんだけど。新しい敵も出て、ちょっと待って。兄貴連れてきちゃった。まあいっか。何が効くかな。炎属性だからブリザードとか効くんじゃないですか。フレームドラゴンっていうのね。スクイックトリガー、よし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 。ちょっとさ、ブリザードやっ、いやあ、効く。あ、やばい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 。待って、兄貴回復させて。まずい。ちょっと待って。戦士にしようか。危ない。負けちゃう。あ、え？あれ？戦士にするの初めて？そんなわけないよね。あ、そっかそっか。この変身シーンは初なのか。アイスブランド行こう。兄貴回復させてくれ。いいぞ。で、ユーナは、いや、ちょっとポーション兄貴に使っとこうか。オッケーオッケーオッケー。あ、ケアルすんのかーい。ケアルすんのかい。あ、いいぞ。お、倒したか。あ、倒した倒した、よかった。あ、兄貴ケアルしてくれるんだね。オッケーオッケーオッケー。炎の指輪もらいました。一応なんかボスっぽい魔物を倒せたね、なんとか。カモメ団、いただきます。はい、いただきました。スフィアゲット。あ、ドレススフィア白、やばい、なんかあれしちゃった。白魔導士。あ、これキアルとかやれるってことなんじゃない。じゃあここは取れるものは取ったけど、さっきさ、最初の方にあったあの壁のさ、パスワードみたいなやつは手に入れられなかったね、今。ワッカさん、スフィア取りました。魔物出てきたけど普通に倒せました。あ、もう見れるんだ、ここで。あ、宝箱あるー。あの滝の裏のところだよね。で？ん？
宝箱のありかがなんか記されているけど、そのぐらいかな。そうだね。これ特になんか玉コーダは関係してないな。い 違うな。違うか。でも今の結局何のスフィアを探してたわけ。これここだよね。そりゃ俺たちの両親だ。チャップはそう言ってた。チャップってあワッカの弟だ。討伐隊に入ってたけど今は異界の住人だ。チャップが生まれてすぐ。そうだよな、父親らしい顔ってどんなのだって言ってたもんね。俺も小さかったから二人とも親の顔は覚えてない。でもよ、ガキの頃兄弟喧嘩してたらチャップが言ったんだ。父さんたちが映ったスフィアを見つけたけど、どこにあるか教えてやらないってな。見つけなくちゃだね、それは。チャップさんに聞かなかったの？弟に頭下げて聞くの嫌でね。意地張ってそれっきり忘れてた。いや、これはもう見つけてあげないと。ワッカとルールーのためにも。話してたら思い出したんだ。あいつはよくここらで遊んでいた。この洞窟で見つけたのかもしれない。遊んできてみたんだけど、急にモヤモヤしちまってよ。なんで？俺、親の顔を勝手に想像してたんだ。強そうで優しそうな顔よ。か、もう物心ついた時には辛い時とかよくその顔を思い浮かべたもんだ。でも本当の親は全然違う顔かもしれない。まあそうだよな。そう考えると見るのが怖くてな。ちょっとねためらうかもしれないね。どうすりゃいいかわからなくてお前らが来るまでずっと悩んでた。はあ、わからしいねそのスフィアって島のどこかにあるのかな。私たちが探そうか。いいっていいって。ええー、そういうの気にするのはもうやめだ。昔のことにこだわってうだうだしてちゃいけねえよな。俺だって親父になるし。いや、もっとしっかりしないとな。見といた方がいいんじゃない？親になる前に。頑張ってね、お父さん。わっかパパか。けどよ、しっかりするっつうのはどうやったらいいんだろうな。なんか哲学的な。ってやつのお手本が欲しいよね。なんか言ってたよね、それ。それを見るためにスフィア探してんじゃないの？あのな、そろそろ戻れそうか。兄貴が臭くてかなわん。すぐに戻るよ。わあ。待ってるよ。兄貴うるせえ。あ、ミッションはこれでそっかコンプリートになるのか。でもささっき見つけた宝箱のなんかスフィア、守りのエンジン。宝箱もらいに行きたいんだけど。カモメ団のね飛空艇戻る前にもう一回ちょっとリサイド行ってみようか。